怖いすぎた興奮が収まらなくてショールームしちゃいました。うわー緊張した、めちゃくちゃ。あのね、あれうちを見せて、そう言ってきました。うわーって言われて、でもああもっと買っときゃよかったと思って、枚数が枚数もっと、3枚いったんですけど、3枚じゃ話し足りなかったです。もっと話したいことがあったんですけど、言いたいこと言えなくて、言いたいこと言えなかったです。あ、かわいい。しかもなんか終わり際秒数が残り秒数分かんなくて、4秒前だから出て、え、やばいやばい、え、かわいいって言って終わった。え、かわいいって言って終わって、しかも結局パジャマで、もうやばい、時間やばいとか思って、焦りすぎて着替えるの忘れて、パジャマのこんな姿でアホ毛も隠さず行ってしまって、そう、ちょっとどうしよう。いや、そうだよね。またなんかお会いしたいですって言ったら、え、なんか全然会話思い出せない、緊張しすぎて、えっ、ー、って言われて、あ、 STA の尾崎セリカですって、多分映った瞬間に気づいてくださいました、嬉しい。でもなんか二重が消えましたはしゃぎすぎて二重が、むくみも浮かれちゃって、昨日の夜ご飯のむくみ具合がちょっと悪化しちゃって、急に二重がなくなってしまいましたあー、そうか、そういうことか、みんなが話し会に来るシステムはそういうあれか、あ、もうちょっと話したかったみたいな。いや、3枚じゃ足りなかったかもしれない。いや、そう、終わった後にさ、喋り続けてる時間がもう恥ずかしすぎて、いや、確認、え、聞いてくださいこれをここにいつも私飾って配信してるじゃないですか。で、縦画面だから見切れてると思ったんですよ。したらその認証のスタッフの方に、すいません、 STA の本が映ってますので下げてもらえますか、あ、すいませんって言って、この本を下げて恥ずかしかった、自分のアピールする人みたいになって、メンバーに見せるものはありますかって言われるじゃないですか。で、あ、うちわを見せたいですって言って、うちわ見せたんですよ。永田しおりさんのうちわを出して、で、こう待とうとしたら、すいません、後ろに STA の本が映ってますよねって言って、あ、すいませんって、そう、これは大丈夫でした、恥ずかしかった、緊張しました。あ、2年ぶり、私オンライン話し会行くの2年ぶりだからさ、しかも前回は同期とか自分のグループのメンバーに行ったので、そうだ緊張したっていう報告のショールームでした。きっとみんなびっくりした。でもこれでまたみんなのどういう気持ちでお話し会に参加してるかとかも知れたので、また一つ勉強になったし、自分のおたかつもできたし、いい時間でした。申し込みをする時の何、好き好き具合と、その参加する時の好き好き具合、よくみんな待てますねね、みんなありがとうございます。常にモチベを維持してくれてるってことじゃないですか。申し込み期間とさ、その実際にある期間って離れてるからさ、そういうのもやっぱね大事だし、あとはなんだろうな、支払いメールを見逃さないところとか、アプリのなんかその
設定とかログインとか、ログインで私手間取ったんですよね。ありがとうございます、いつも。こんにちは、緊張した。今日はとっても可愛い姿でした。今日はって、今日も。パイちゃんは最初イエーイから入るタイプですか？イエー、そんなイエーイって、いや、なんて言ったんだろう、私こんにちはって言ったのかな、わかんない、覚えてない。でまた買っちゃいそうです。目がむくみ、どんな格好してるか秘密。そっか、こうして増えていくのですね。え、そんなに話したか忘れた。なんでさ、お話し会でレポを載せれる人ってあんな覚えてるもんなの、すごくない？記憶力すごい。私はもう記憶が完全に太りました。え、本当に私今参加しました？え、あっという間じゃん。頭真っ白だった。すごいな。なんかみんなが優しい、コメント欄のみんな優しい、急になんか仲間意識持ってる、パセリ優しい、ありがとうございます。優しい。仲間だね。ちゃんとあのみんながね来て、そうやってうわうわってやばいやばい緊張するとか言ってもらえるように頑張ろうと。よし、じゃあ自分のイベントの準備をしなければ。髪型悩むな。メモしてるの？メモしてくれてるのか、嬉しいな。これからも頑張ろう。うん、頑張ろう。これからもお互い、まずイベントまでに二重を復活させます。むくみをどこかへ投げ捨てて二重幅を復活させる。そして髪の毛をセットする。そしてパジャマから着替える。今日の目標3つです。服装どうしようかな、悩むな。服装、死んでくるね。アイドル、え、覚えてるよ、ちゃんとちゃんと来てくれた方覚えてるよ。ふう、今日はお菓子作りイベントなので、これを着ていってしまうとあのね、モキモキがお菓子に混入して訴えられてしまったら大変なので、ちゃんと料理に向いている服装にしたいと思います。緊張する、参加するのも緊張するけど自分のイベントも緊張する。今日はずっと緊張なんです。うん、服汚さないように白はやめとくね。そうだよね、髪まとめた方がいいよね。三つ編みにしようかな、三つ編みちゃんにしようかしら。いや、パジャマで参加したの大反省会なんだけどよくさ、ファンの方がさ、お話し会とか今寝起きなんだよねって方いるじゃないですか、いるじゃないですかって、みんな知らないか、みんなみんなが知ってるあれはオンラインじゃないから、リアルだからみんな着替えてるか、ちょっと寝起きなんだよねって方結構いるんですけど、えってなんでって思ったけど、私も人のこと言えないでも私は寝起きじゃなかったから、メイクも
気合い入れてみんなに見てもらいながらすっぴんを晒しながらメイクしたし、うん、三つ編みにしちゃおうか。エッサホイサエッサホイサ常にすっぴん、いや顔があるからじゃん。リボンとかつけちゃって。夢の中赤いシクラメン、目くしをしてひつめ。何？ソラハさんの配信でパセリがソラハさんは犬じゃなくて猫って言って言われるって聞いたけど、ファンの人はみんな犬言うてる。みんなの知ってる姿じゃないのかもしれないですね。煽りレベル。みんなの知ってるさんのソラハじゃない姿なのかもしれないです。意地悪な返し。こんにちは、うん、そうだよ、気まぐれだもん。態度を表に出すから気まぐれ猫ちゃんだと思ってます。すべての機嫌を本人にも言ったよ、ちゃんと気まぐれ猫ちゃんだと思います。はあ、でも私も気まぐれ猫ちゃんです。みんなが飼い主、いっぱいご飯くれる、みんないっぱい撫でてくれるし、えらいえらいって言って、私が朝起きただけでえらいえらいって言って、パセリがご飯食べたって言ったらえらいえらいって言って、甘やかされてね、すくすく育ちますね。むくみすぎには注意するけど、チュールくれるの？アイスがいい。息を吸ってるだけでやられるし、じゃあ息吐けるようにも頑張る。なんか赤ちゃんの気持ち。方言だと偉い偉いは偉い、賢いやん、賢い、偉いって言うよね、ゆなやのがよく言ってる。あそこの高校は頭が偉いからみたいに言ってる気がする。賢いって意味よね、賢いって言ってる。こんなにおバカちゃんなの。こんにちは、どうも。むくみ取りたい。え、しんどいって表現あんの？え、そうじゃ、しんどいしんどいって言われてるの私。いや、パセリは偉い偉い、パセリは偉いねって言ったら、パセリはしんどいねってこと？そう、今ちょっとコンプライアンスに反するような言い間違いしそうになった。危ない危ない。ねえ、右目のむくみが取れない。しんどいしんどいって言われるの、なんかやだね。やですね。二重これで抑えよう。二重を復活させようのかい。あ、戻ってきた。おかえりなさいだ。耳引っ張っとくか。そうだね。え、怖いもあるの？パセリ、えらいえらい、怖い怖いって言われてるの。恐ろしい。褒め言葉とは限らないってことですか？恐ろしい。えい。えいやー。多分。
日本語難しいよね。日本語しか喋らないけど日本語難しいって私も思う。なんか伝わらないことってたくさんあるよね。どうしよう、編み込みもいいな。いや三つ編みです、今日三つ編みって決めた。そう太いよね。私昨日もね、昨日メリーゴーラン乗ってる時に、あ、二人いなくなってると思ってあの遊園地でさ、富士急ででっかい声でやばい目がむくんできたって叫んでしまったの、マネージャーさんに向かって。やばいです、目がむくんできましたって言って。絶対富士急で聞かないワードが飛び交ってたと思う。ドレス姿の時から怪しいなと思ったんですよ。なんか今日右目が重たいなってずっと思いながら過ごしてて、いや頑張れ、気合だ、いけるぞと思ったけど、メリーゴーランドで限界を迎えた。そうなの、酔っちゃう酔っちゃうって言ったの聞こえた。そうそう、取っちゃう取っちゃったらよかったんだけどね。オグリーさんみたいで可愛く言えたんだけど、私はずっと乗り物酔いの心配をしていました。耳たぶ引っ張っとく、耳たぶも全部いけー、えいやー、引っ張れ引っ張れ。そう、また配信しちゃいました1時に終わろうかなと思って、何も準備終わってない。よいしょ、髪の毛、着替えと髪の毛して前髪作ったら OK。 時間全然全然余裕なんです。さっきなんで急いでたかっていうと、オンラインお話し会に参加しなきゃいけなくて、そう受付時間があるからちょっと急いでたけど、今はもう何の時間にも追われず過ごせちゃう。三つ編み、いやハーフアップもいいな。ハーフアップで今日エプロンしてお菓子とか作っちゃったら、もうそんなの嫁だよ嫁。どうしようかしら。いいな、昨日もハーフアップだったからな、三つ編みにしましょうね。今ちょっと手元にヘアゴムがないので、配信終わったらピピピピピピピャーって髪の毛作りをしてお着替えして、こんにちは。すいません、また急にさっき男女読んだのにさ、またショールーム始めちゃって何回するんだって思うよね。また夜もしますよ、懲りずに。こんにちは、よろしくお願いします。そう思ったよりすぐね、お話し会の順番回ってきてすぐ入れたからよかった、タイミングが良かったのかも。だってね、お話し会してもうこのお話し会の喜びを分かち合う人がいないからみんななら分かってくれると思って報告したかったから始めちゃいました。電波の復活とともに配信始まった。おお、ナイスタイミング。そう昨日お姫様だったけど、今日はお料理頑張ります、頑張ってきます。みんなどうしてるの？話し会終わった後さ、どういう気持ちで過ごしてるんですか？だって喋ってうわーって言った瞬間、急にさなんか切り替わるじゃん画面が。
ツンってなるじゃん。えって消えた、さっきまでいたのに消えたってなるじゃないですかね。寂しいよね。そんな、あとさ、お話し会の待機中もきっとその認証の方に見られてるんだろうなと思ってそわそわしてそうそう、もし STU ってバレてたら、あ、STU の子そわそわしてるとか思えてるのかな。いやでもこれバレてないよなきっと、私そんな知名度もうちょっと頑張らなきゃなとか、なんか勝手にそう始まる前からそう、あ、もうちょっと気づいてもらえるぐらい頑張ろうとか、なんか勝手に反省感始めてて、始まる前にすでに、うん、あ、もっとあの話したかったなとか、今ちょっと結構反省会と本当に参加したのかっていう幻の気持ち、うん、考えちゃう、イライラ。しかもうちは持ってこうやってスタンバイしたからさ、余計恥ずかしかった。余韻に浸るために居酒屋行きます。なんだそれ、楽しそう、いいね。永田しおりさんの話し会に参加しました。 Not equal me さんのアンチコンフィチュールの話し会でした。 CD が届くのも楽しみです。 CD はまだ受け取ってないのでこれから来る。でもアルバムも出るんですよ、ね、オタ活。久しぶりにこういうオタ活しました。やっぱ楽しいね。こんにちは。なんかね、なんかね、私のなんかファンの方は寄ってこないだけかもしれないけど、なんか面白がってる人が多いんですよ。なんかオタク仲間と思ってる感じの、なんかパセリのかな、アイドル好き部分を面白がってる人が多いんだけど、メンバーによってはその他のグループの話をするのあんまり良くないと思いますみたいな意見もあるらしくて、そう、でもなんかやっぱメンバーによるというか私がもともと ST 入る前からアイドルオタクって知ってるからかな、みんななんか仲間意識を持ってくれる。そうそうらしい。まあでもね、確かに自分のグループの曲とかより他のグループの曲褒めてたらなんでなのってなるのかな。でもまたそれはね、別の話だからね、自分の趣味だからまたね、何ですかね、自分のグループの曲が好きなのはもちろんだし、ね、知ってほしい気持ちもあるけど、その自分の好きなアイドルさんを通して知ってもらえることもあるから、だからみんなといっぱいお話し会でも、なんかね、私が他の現場の HKT さんとかそのノイミンさんとかいろんな AKB さんとかのとこの話聞きたいって言ったら圧って言われるんですよ。普通にね、普通に喋りたいだけなのに圧って言われちゃうから、みんなはいっぱい聞かせてください。秘宝、お時間また剥がされるんですか。私さっきもオンラインお話し会で剥がされたのに、また剥がしですか。じゃあ終わります。また夜配信で現れます。ありがとう、教えてくれて、おいでてくれてありがとうございます。また喋りすぎるとこでした。お時間ですよね。そうですよねじゃあまた夜富士急で
ゲットしたリサとガスパールのクッキーを見せびらかします。お疲れ様。午後も何か頑張ることがある人は頑張って、ゆっくりする方はゆっくりのびのび過ごしてください。それじゃあ壇上いきます。13位楓さん、12位土方歳三さん、11位みゃんみゃんさん、10位ラソクさん、9位陣内さん、8位カズノシンさん、7位ポケットからヘリコプターさん、6位クロさん、5位福ちゃん、4位シュンさん、3位ミツさん、2位スプマンテさん、1位ヨシヒロさん、ありがとうございます。急に配信終わってすぐに配信始めてすいません。かまってくれてありがとうございました。もう始まらないから安心してください。次は夜です。バイバイ、またねー。